プリの著作権無断使用に関してスクエニから回答。UBI ソフトだけでは平行線になりそうですので、日本の販売元となる予定のスクウェアエニックスのサポートに問い合わせを行いました。勝手に使われた権利者が意見言っても平行線、 UBI って何者なんだ。飛び火というか同じ関係者だろ。スクエニ信者はスクエニを被害者ってことにしたいから、まとめサイト含めてそういう世論に持っていこうとしてるけど、絶対に違うからな。スクエニも加害者側だ。同意の上で絡んでるんだよ。もし UBI と考えが違うなら、オリンピックの任天堂みたいに関係を断つだろう。まあ国際問題だし、ちゃんと対応するべきだよね。さすがにこれはかわいそう。あくまでも販売元派 UBI で、販売提携がスクエニでは。販売スクエニなのか、赤ちゃんにいいように使われてるな。いや、アサプリ日本販売はスクエニがずっと昔からやってたんだ。あの赤ちゃん本幕そ。 UBI のあの回答で諦めると思ってたら、そんなことはなかったんやな。頑張ってほしい。俺たち悪くねえし、もう印刷しちゃってるから無理で、すんなんて神経魚でしてるだけやからな。スクエニには悪いと思うが、ハンマナの運がないよな。これで問い合わせした事実が残るから、知らなかったは通用しない。でもスクエニのサイトで売ってるってことは、スクエニはこの件の問題点知ってるってことですよね。もちろん責任ありますよね。知らねえなんてことねえのよ。関ヶ原の人が問い合わせしてるんだから。ここで不誠実なことやらかしたら、それこそ自らチャットの様相。勝手に商品として使われて舐めた対応される関ヶ原鉄砲隊の方々がかわいそう。人を舐めすぎやろ。今回重要なのは、俺らがとつったとかじゃなくて、被害者の関ヶ原鉄砲隊が UBI が相手してくれないからスクエニに問い合わせたって点な。問い合わせただけで苦情でもない。全然当たり前のことだよこんなの。このままスクエニもだんまりで泣き寝入りかと思ってたから、有能すぎるわ。関ヶ原鉄砲隊すげえわ。マジでな、UBI は話通じねえって泣き寝入りすると思ってたから、まさかここまで切り込んでくれるとは思ってもなかった。関ヶ原鉄砲隊の皆さんは不屈の大和魂持ってるわ。これぞまさに侍である。黒人に鎧と刀を持たせただけの UBI やスケとは精神が違う。 UBI とスクエニでこじれるか、スクエニがかぶさげるかの二択。飯がうまい。かぶさげるっていうか、普通に強行したら犯罪やしな。誹謗中傷は許さないけど、自分たちが著作権無視するのは OK です。これを企業がやってるから、人は他も泣き寝入りしてないでガンガン訴えてほしい。日本では販売しませんにならんか。二条城の壁画のとことか勝手にしよう。改変されてるわけだから黙ってないで頑張ってほしいわね。ここでちゃんとした対応ができれば企業イメージが上がると思うから、頑張りどころ。スクエニにちゃんとした対応が期待できるか、それは UBI さんに言ってくださいとか、担当者にお伝えしときますねとかで終わりだと思うぞ。日本でスクエニが責任持って販売すんのに、それは通らねえわ。今までのスクエニ知ってたら、ある程度そういう予測は立つやろ。道理はともかく、スクエニだよねと言うのは全くそうだな。個人的には何も言わず国内延期だと予想してるけど、日本国内の反応とスイートベイビーのご機嫌取りのギリギリ中限点として、事前に問い合わせておくことで、知らなかったので店頭在庫分を回収しますと言い逃れは完全に塞げるからな。裁判でも原告が有利になる。いや、鉄砲隊の人たちも日常生活面あるし、もう無理かなと思ってたけど、そこ行ったのはナイスすぎるわ。おい、どうすんなよスクエニーン。日本はフランスと海海海の地じゃなく法治国家だ。犯罪しといて無視はできねえぞ。下手したらせっかく権利買ってローカライズしたのに、日本で販売できなくなったりするかもな。また貧乏くじだよ。スクエニーの詳細がないだけだな。そこにたまたまスクエニー本これ、草、必然なんだよな。スクエニやないかい。スイートベイビーズのスクエニキューチ。吉田さんどう対応するんだろう。著作権問題で流通担当が責任あるなんて論には聞いたことないし、反面にもないぞ。影響はあるだろ。すまん、自分で調べる気もなく聞いてしまうが、そうなの。盗品と知りながら横流しして自分仕入れて売ってるだけなんで、みたいな話だと思ってしまうんだが。販売目的で所持で逮捕されてるが、違法キャラクターグッズの販売、所持、著作権法と商標法違反で逮捕。これはさすがにかわいそうだな。またスクエニか。UBI なんていつ問題起こすかわからないような企業だったしな。いつかは問題起こしてただろう。違法ものと知りつつ得れば同罪だからね。問い合わせたことでも知らなかったでは通せない。この問い合わせはナイスすぎるよな。もしこれがなければ、知らなかったです。もう販売しちゃったんでごめんね。
の UBI ムーブいけたのにな。正直ポリポレモンの全く会話が成立しない気違い外人相手に諦め気味なところだったけど、新たなサンドバッグになるぞ。スクエニ、スクエニも UBI と手を切りたいんじゃないかな。でも契約があるからできないのかな。でもまあ UBI が犯罪行為してるのに言うこと聞かないわけだから、特例で契約破棄もできるのかな。最低限の成功としては日本だけでもアートブック撤回だな。そうすれば日本人と日本企業は法を遵守してるが、フランス UBI は犯罪者集団だと非難できる。この件は UBI があまりにもひどすぎる。大企業の最悪なところを見たわ。 UBI がアメリカ市場で客を取り合ってるスクエニを潰そうと思っても不思議ではない。20年前から初犯で実刑もある。海賊版販売で実刑判決、著作権法違反では稀な原刑に。2004年03月30日スクエニもスイートベイビーの犬だからどんどん問い詰めるといいよ。我々のすべきこと、鉄砲隊さんの負担にならないよう、これ以上は過度に行動を促さないこと、必要があれば全力でサポートする。特にクラファンも視野に金銭面だけは不安にさせない。こういう事例がある、判例があるという情報は知らせた方がいいかも。さすがに違法なものを販売したらダメだろう。問題は今回の UBI は違法行為になるのかね。鉄砲隊だけじゃなく商用利用不可の文化財も模倣してるからな。鉄砲隊が UBI に指摘するより、スクエニが UBI に指摘する方が UBI も耳を傾けそうね。これで揉めたら、スクエニは販売からエクソダスできるかも。そのシナリオはスクエニもこれ以上叩かれず安心、国内版の消滅でゲーム散歩も安心と、みんなハッピーになるやつだな。UBI も売りたくもない猿どもも無視できるしな。ぜひスクエニさんには、我々は差別主義者と戦うと声明文を出していただきたい。いや、そう考えるとフランスってマジで気違いだと実感するな。いくらスクエニがイカれてると言っても、さすがにそこまで振り切ってねもん。もしスクエニが何もしなければ知ってて売ったことになるからな。五輪で鎮静化したと言われてるが、むしろ五輪でフランスのヤバさが再確認されて、朝栗問題が再度舞い上がる布石にしか見えんわ。日本選手団は日和って日本人にばかり誹謗中傷やめろとか言ってフランスへ抗議する意思皆無だし、ムカつきが朝栗問題へ帰ってくる気がするね。誠意とは何か。お、こんなに早く試されるスクエニー。関ヶ原鉄砲隊、よくも散々コケにしてくれたな。許さんぞ UBI、 おいやべぞ SBI。 ふっ、スクエニー、あんたら大変だね。関ヶ原鉄砲隊、殺してやるぞスクエアエニックス。この件はあまりにも知れ渡ってるから、販売元の UBI に問い合わせてくださいじゃ済まないな。 UBI にはすでに問い合わせてる。日本で販売するあんたのとこはどうすんだ、盗品売るのというご質問だもんな。これでご希望に添えず申し訳ありません、販売はしますって声明出したらスクエニを見直すね。俺は素人考えだけど、訴えれば勝てそうだけど、そんなことないよ。待って、また時間考えたら大変そうではあるけど、災害みたいなもんだよな。これそもそも出店元を明記してくれればいいよって被害者側が言ってたから、訴える気はないんじゃない。明記してくれないからじゃあ削除してよって話だと思う。非営利の民間団体だからメンタルも金の工面も持たない。ご希望に添えずあるわい。まあ、そのことを踏んだ上での対応だろう。仮にこれで UBI が日本での全ての販売をやめるようなことになると、この人が誹謗中傷を浴びるようになっちゃうのかね。さすがに日本流通やめるくらいなら正式に謝罪なり削除するだろうけど、少しでも穏便に解決することを願うばかり。マレラビの国内販売は任天堂で、これはあのゲテモノ UBI 勢をかませなくてタスになったが、スクエニは逆にだな。法要の件は負ける訴訟を抱えるぞ。大丈夫かスクエニ。関ヶ原鉄砲隊は裁判を起こす気はないらしいよ。今のところなのかもしれんが、だからスクエニの対応次第だな。空売れてから請求した方が金になりそうやしな。チャンネン、もともとボランティアみたいな小さな団体やから、裁判をするだけのポテンシャルがないんよ。裁判をするだけのお金がないこと、一応クラファンで募れば集まると思うが、弁護士を雇っての長い戦いになると精神的にも疲弊することなどから、裁判を避ける姿勢をとっているんよ。また日本人からの誹謗中傷か。今回は間違いないな。こんなにスイッチハブがありがたかったソフトがあっただろうか。鉄砲隊の人たちも大変だよな。単なる一団体でしかないのに、今回の件で実質日本代表みたいな扱いを受け、海外の UBI という大企業に対して、もっと戦え、訴えろ、と言われる始末、さらに謎の捨て風による批判も相次いでいるみたいだが、一体鉄砲隊に何をしてほしいんだろう。まあクラファンするなら即応援するが、それも結局金はみんなが出すとしても、その後の手続きは全部あっちもちだからな。クソ
そほど面倒くさい上に神経ゴリゴリ削るから、そんなことをやらせたいとは思わん。 SNS で訴えろとか言ってるやつは何も考えてないよな。言いほどそんな使い切ってないし、せかされてないよ。ここでもそんなこと言いやつほぼいなかったと思うが、リプランとか見ればわかるが無理しないでくださいね。応援してます。クラファンするのであれば協力します。くらいの平和な温度だぞ。熱動すんな。頭使いよ、左の寝とうよ。何つうか関ヶ原鉄砲隊が全てを背負わされてかわいそう。だからお前らが間違ってるって方向に持って行きたがる用語だろう。しょうもないんですわ。関ヶ原鉄砲隊を盾にしてんのはお前らだろ。お菓子が最初に出てきた時も同じ論調やってたような。ワンパターン。机に限定版の価格は据え置きで、同梱のアートワークは未同梱で販売しますね。ボランティアでやってることなのに動いてくれて感謝やわ。訴訟だのクラファンだのの圧かけてるやつは自分ならできるんけ。まあだから UBI は舐め腐った回答をしてきて気がついたんやけどな。この件は本来著作権者が一方的上位者で、当事者が直接問い合わせたってだけでもでかいからな。知ってて販売強行したら刑事事件だよ。当事者以外でも直接警察に通報でいける。机には何かしら動かざるを得ないからな。机に的には日本発売中止が丸いけど、それだけ大きく動いたらさすがに世界でもそのまま発売は反発でかくなるよなって。 UBI ジャパンってあったよな。そいつら何してんの？販売してないの？基本的には訴訟のつもりはないとはいえ、日本という法治国家の国内企業だからな。フランスとかいうド人国家とは違い、あまりにも舐めた態度は取れまい。最悪訴訟とする場合のハードルがぐっと下がってるからな。スイートベイビー仲間だろ。仲良くしろよ。関ヶ原鉄砲隊頑張れ。もし販売が強行したら警察に通報祭りか。オラワクワクしてきたぞ。誠実、スペシャルサンクス。どちらのルートに行くのかな。日本のみアートブックなしで売れば問題ないな。無断盗用がアートブックだけだったらな。ごく短い PV 内でもボロボロアラが見つかってるんだから、発売までに全チェックできるのかね。スペシャルサンクスといい選択肢もあるね。失念してたわ。ただアートブックは印刷済みなので対応できないのかな。日本だけ手来しつけるか。ファイナルファンタジーによくついてる穴のか。問題あるのがアートブックだけだといつから勘違いしていた。あ、なんとかボックス占いだけでいいのか。つまらん。ゲーム本店の十分投与は今必死に直しちゃってそうだしな。 UBI、 UBI からクソ舐められた対応されてたもんな。五輪の印象と同じで、フランスって国自体が嫌いになりそうなレベル。フランスのゲームって映画病の意識高い桂馬抜けが作ったようなクソゲーばっかだし、デトロイトだけ認める。すでにゲーム内で屏風が消されたのが確認されたりはしているようだ。全部ツルツルスカスカにして対応するのかな。ゲーム内にいくらでも盗用が見つかるだろうな。こんな爆弾抱えたゲーム出すんですか。スクエニさん、スクエニ信頼回復のチャンスやぞ。クレジットのせずにそのまま当該箇所を削除&謝罪が一番常識的な対応だけど、今回中の人が寛大だったからこれくらいで済んでる。本当にシャレにならないやつは大急ぎで直してるっぽいけど、指摘されたもの以外判断できるのかね。もともとそんなもの使っちゃうような奴らが使って良いものダメなものの判断できるとは思えないのよな。専門家様は先にチェックしてくれなかったっぽいし。 FF にコラボでよして装備出さないかな。盛り上るぞ逆人。こういうの忘れた頃に史実としての資料になるとかありえそうで怖いよな。こんだけ批判殺到されたものを根拠にしようとする奴は普通はいないと思うんだが、普通でないことがされまくりだからな。五輪大会式でやらかしてあれでキリスト教圏にはちゃんと謝れるみたいなんだけどな。おフランス様、キリスト教圏は人間だから謝罪もするさ。モンキー相手に謝る人間がいるか。あ、日本人なら謝るか。キリスト教圏だと人間以外は魂ない扱いだから違うだけか。あれ1ミリも謝ってないって外国人思ってるよ。気分悪くしたならごめんな。俺たちの芸術や思想を理解できないみたいだねって言われてるようだってさ。盗品売るのは犯罪だしな。机にはどう出るか。 DMC あたりに根回しできればとはと違うだろうな。弁護士入れた方が話早く進むんじゃないかなって気はするな。 UBI としてもそっちの方が楽だろ多分。決定権がどこまでだろうが、日本での販売においては机にが最終責任者でしかないからな。 UBI 訴えろっていくら絶叫したところで責任はきっちり机にが取ることになるんよ。販売したら著作物と文化財の盗用を知りながら流通させた売国やつメーカーになるから OK。ハイスコアがあるなんて、それこそゲーマー界隈でもニッチな人たちにしか関係なかったけど、こっちはもはや本格的な国際問題に片足突っ込んでるんだ。あれと同じレベルの騒動で終わると思ったら大間違いだぞ。
何なら完全に UBI の共犯者扱いされると思った方が良い。 UBI はごめんなさいして、削除は無理でも使用料を払って解決しろよ。法律が改正されて著作権違反は商用の場合には非申告罪化されたので、著作権保有者本人が訴えなくても逮捕されますよ。すごく良い手だよ。ひたすら無視する UBI 相手してもどうにもならんから、次に責任のあるスクエニへ淡々と問い合わせして、その回答をネットで広める。スクエニからしたら無視もできんから、確実にこの事態へのスタンス明かすしかない。膠着状態だったけど次の動きにつながる可能性出てくる。何なら商用禁止してる重要文化財も使ってるんよ。マジで国賊レベルのやらかしなんだけど、スクエニさんはどう決着つけるつもりなんですかね。スクエニがちゃんと対応すれば行動を指示するって意味で何かゲーム買おうかな。万が一そうなったら俺も何か買ってあげるわ。まあ無理だろうけど。スクエニ、UBI にお問い合わせください。払い回しにされるだろうな。パブリッシャーはあなたですよね。犯罪に加担と前科があるのに何も反省されていないんですね。で炎上、著作権違反したのは UBI の開発だからね。それで正しい。その回答は違法だと知りつつ販売したことを認めてるから悪手なんだよな。著作物や文化財の盗用を知りつつ無理やり販売を強行した。どうなってるんだスクエニ。発売が楽しみだな。というかそんなことは今まで散々パブリッシャー商法で弱小メーカーを食い物にしてきたスクエニさんが一番分かってることじゃないですか。自分たちだけは分かって特権意識でもあるのかね。スクエニ、何かしたかい？君たちに、ばかりに。さすがに今回は俺らどころか日本史熱想レベルでやからしてるんだが、さすがにかわいそう。事前回避不可能だったろ。盗用問題発覚してからだけでもかなりの期間あったやろ。いろいろやめやにしようとしてるやついるけど、このまま発売強行するなら普通に警察に通報でええからな。著作権法上での考え方は無許可でコピー品販売とか違法アップロードとかと同じ。普通に刑事罰だから警察が動く動かないとか関係ないからな。騙されるな。てかスクエニ前科なかった？ハイスコアガールであれで。サンキュー。スクエニがアホでも同じことの片棒は活断なん。とばっちりだけど嫌われてる資格もないから、ネガティブな事象をブラックホールみたいに引き寄せてる。くさ、無法者るとか。ほらな、キチガイが前のめりで暴走を始めるのが炎上だから正しく炎上している。マイクロソフトやソニーにまで飛び火しそうで草生える。とりあえず発売してからスクエニ通報の方が面白くね。販売後に発覚ならともかく、販売前に発覚してて権利者から問い合わせされてる異常犯罪の片棒担ぐか、 UBI に文句言うか、国内の販売取りやめるかのどれかしか残ってないんだよな。もうこれでだんまり決め込んで UBI と当事者同士で解決してねってやっても、解決しなかった場合販売したら犯罪企業の仲間入り。とりあえず UBI がこのままだんまり決め込むなら、国内販売取りやめまでは最低限だとは思うけど、クズに出しスイートベイビーの手先みたいなもんだし、期待するだけ無駄なんだろうなってのがひしひしと感じる。回答来ました。スクエニはコレクターズエディションの販売には関与してません。 UBI へ問い合わせください。払い回ししててくさん。さあどこに責任があるんだ。モナド使い。スクエニにちゃんとした対応が期待できるか、それは UBI さんに言ってくださいとか、担当者にお伝えしときますねとかで終わりだと思うぞ。鉄砲隊そりゃがちぎれよ。国内版のアートブック抜いて終わりかな。一次販売者と製造製作者、代理販売者の取り扱う商品に関する責任は1だぞ。問い合わせせずとも、知らなかったは通用しない。もちろん UBI に問い合わせした後に代理販売者に問い合わせするのは有利に働く材料になる可能性がある。世論を味方につけて社会的波及効果の大きさを印象付けできるから、とっくに弁護士勘ねるだろ。ああまた炎上するわ。こんな犯罪ゲー販売するだけでやべえからな。SIE とモビルスーツはありやね。スクエニ、UBI がなんか特別な限定版で違法なのばらまくかもしらんけど、うち関係ないから。残念。このまま発売します、CD。スクエニって著作物にはうるさい会社だと思ってたけど、そうでもないんか。当事者になりそうだったらすぐに手引くだろうと思ったんだが。ハイスコアガール、スペシャルサンクス。UBI 販売とは変えてるものの、UBI は国内流通持ってんの？それにしても鉄砲隊の人らの動きが明らかに手慣れてるな。訴訟が起こってからどうなるかが見物だな。 UBI と一緒に沈んでいけば良いと思うよ。コレクターだけ UBI なのなんでなんかね。海外では著作物に違反している違法なものと分かりつつ無理やりばらまいた
日本の文化財の盗用や改ざん多数、ロックリーの関与、それを知りつつも日本での販売をする、めっちゃイメージダウンだけど、スクエニは本当にええの？発売後はソフトの隅から隅まで調べ尽くされて突撃されるで。コレクターズエディションはオンラインの販売だけで履けるから、スクエニ関でないってことやろ。本当に最悪の話だな。鉄砲隊の人たちはかわいそうだ。盗んで怒られてるのに無理ですって、そんな話があるかよ。スクエニもそんな企業と関わるなよ。当たり前やろ。関ヶ原鉄砲隊おもちゃにされてないか、みんなそそのかしてるが、文字潰れてるほどのものに著作権ある自張りって結構無理あると思うが。スクエニヤバすぎやろ。スクエニは UBI と EU 悪魔と契約してると知らず、数年後に悪魔だったと正体に気づき騙されて契約させられたと驚いてるんだろうな。ブラジルあたりの黒人に、戦国時代には日本には多くの黒人奴隷がいた。ヤスケって偉大な黒人侍がいた。自分たちにはヤスケの血が流れてる。ってとんでもデマを真実レベルで広めてしまったロックリーが関わってるだけでもアウトなのにな。冷静。黒人奴隷流行が書いてなかったので。絶対にゲーム内でも著作物大量に使っている可能性あるようなあだ名、君上げせいでめちゃくちゃや。綿密なデバッグ作業が必要なため、とか適当か理由つけて3ヶ月くらい発売延期にとかできないもんかね。鉄砲隊だけに射撃の精度抜群やな。関わってない。公式ポッドキャスト出演。対談したら関わってる論法って、ロッキリーの意見もらったらファクトチェックしてもらった。というようなもんだな。対談したら制作したことになるとかアホ論法すぎ。なんか露骨な火消しがいるの。関わりがないって言ってたからね。明確に嘘だったね。関係ないなら表に出てくればいいのにね。なるほど。コレクターエディションには関わってないと。発売後に本編から隔離がポロポロ出てきたら全部スクエニにも責任あるってことね。さらっと電池取られてて笑うん。火消しが大嘘書いて火消し沈下しません。そもそもロックリーが自分はシャドウズとは関係ないって吐いて SNS 全消しして逃走してるのが怪しすぎるだん。即 UBI のポッドキャストに出てるのバレとったな。アートブックの話だろこれ。同梱するんだから内容とかスクエニは確認しないのって思うんだけど、どうなんだろう。いちいち確認はしないだろうが、問題アウト指摘あるのを認識で販売したなら責任問われるだろうな。